はい、こんばんは、八木下です。今日はこちらソニーの α7S3 を開封していきたいと思います。まあ、この機種はですね、動画を撮ることを目的として購入しました。まあ、α7S2 も所有していたんですけど、発売から随分時間経ちますからね、どれぐらい進化したかっていうのを非常に楽しみにしております。バッテリーチャージャー、これ前のと同じ機種ですね。 R4 なんかについてきたものと同じ。バッテリーもモデルチェンジはしてないです。 FZ100 ですかね。ストラップですね、これ機種名が刺繍で入ってますね。これ各種ケーブルを保護するアタッチメント、これ昔から α7 のシリーズにはついてきますよね。 USB ケーブルが片方が Type-C のもの、そしてボディですね。このグリップ、握った感じがすごい僕の手のサイズにはしっくりきますね。グリップのサイズですね。こちらが S2、 こちらが S3 です。まあ、目測ですけど1センチぐらいサイズが違いますね。でこちら端子類ですね。マイク、ヘッドホン、 USB とマルチっていう端子があります。 HDMI の端子がフルサイズになって、これはもう本当に歓迎できますね。EOS、今 R5 で撮影してるんですけど、 R5 に至っては前回中くらいのサイズだったのが一番小さい HDMI になって、本当に不安が増したという快悪だと僕は思ってますけどね。これは S3 のフルサイズになったのは大歓迎できますね。この S2 と S3 のこのスイッチの違い、 S2 の C1 の部分がこれ録画ボタンみたいな形になりましたね。そして背面ですね、こちらが S2、 こちらが S3 です。ちょうど液晶の右上の親指が当たりそうな部分、ここおそらくジョイスティックみたいな感じになっているんでしょうか。これはかなり改善、使用感の改善が期待されるかなって。あと液晶の上にボタンが結構増えましたね。でこのサイドの SD カードなんかのスロットなんですけど、今まではこのロックが横にずらしながらこう開けられたんですけど、これはこう下に下げてずらすと、まあ安全性は向上したんでしょうけど、これ慣れるまではちょっとやりづらいかもしれないですね。使えるカードが CFExpress Type-A と SD カード、これ両方のスロットがどちらでも入るような仕様になっております。これ電源を入れるといろいろ設定が促されますね。そしてメニューがものすごい派手になりましたね。まあ、ざっくり言うと今まで横だったイメージを縦にして派手になったみたいな、そういう感じでしょうか。ちょっとこういうタッチパネルは効くし、ダイヤルでも選ぶことができると。そしてこれはユーザーからきっと要望がたくさんあったんでしょうけど、液晶が完全にレンズの方を向くようになりましたね。これ自撮りはしやすいでしょうね。はい、というわけで今日はちょっと開封のところまでねやっていきましたが、今後モデル使ったりしていろいろテストをしていきたいと思っておりますので、続報をね、期待していただきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。